何？ロボットが暴走したん？教官と先生たちがすでに出動しているわ。他の人たちも安全な場所に移動してるから心配しないで。今のところ暴走した機構と接触したのはテストを受けた生徒一人だけよ。キャロル、とにかくテストは中止、ここで待機して。テストを受けた生徒誰なん？ジンジャーよ。ジンジャー？落ち着いてキャロル。テスト会場には緊急避難用の電磁障壁が用意されているから。ジンジャーのテスト会場この近くのはずや。隊長、うちも救援に行かせて。気持ちはわかるわけど、軽率な行動は状況をより混乱させるだけよ。うちは天命特殊部隊の隊員やもん。突発的な事態に対応できる能力と責任があるはずや。キャロル、指示に従いなさい。隊長は正しいと思う。ううん、今までの経験やと隊長はいつも正しかったけど、うちにもうちのポリシーがあるんや。スパイスガールズは仲間を見捨てることはせえへん。ママにはテストは不合格やったって伝えといて。うちは救援に行く。キャロル、ジンジャー、どこにおるん？あ、見つけた、あそこや。ジンジャー、無事なん？キャロル、どうしてここに？安心して、うちが助けるから。この損害は予想よりもずっとひどいわね。キャロルを甘く見すぎたのかしら。けどテストが順調に終わってよかった。え、まさかうちを騙したん？最初から気候の暴走なんてなかったん？こんな方法を使わなきゃキャロルは本気を出してくれないもの。隊長とジンジャー